高速型心筋症は心筋症の一つ。寝室において高速性の拡張障害と拡張器容量の減少を認めるが、寝室壁の厚さと収縮能は保たれている。1998年の調査では日本全国で300例の報告があるのみであり、頻度が低く稀な疾患である。日本では厚生労働省が実施する 難治性疾患克服研究事業において特定疾患として指定されている。長い経過を示し、長年にわたって重症心不全が続く例が多い。本省の病態の本体は、左心室のコンプライアンス低下による左心室の拡張気圧の上昇と、これによる左心房を右心系圧の上昇にある。肉眼所見としては、 上日の通り進室の肥大や拡大は認められないか、弱いが、容量負荷により、辛抱は、拡大を認める。光明ら所見としては、特異的な病理所見はないが、蒸気のような病態を反映して、心内膜の飛行、結合組織の増殖、心筋細胞の肥大、錯綜配列などが認められる。臨床所見としては、心不全、動悸、共通。 側線などが認められる。これらの臨床所見を認める症例において、心臓超音波検査上での4点を確認することが、診断上重要である。RCM は稀な疾患である上に、臨床所見上、他の心筋症や心膜炎と類似する点も多いことから、心内膜心筋整検で組織像を確認することも、鑑別診断上重要である。 現在のところ、本性に対する根治療法は存在せず、利尿薬を中心として、即戦症状がある場合は、高血小板、抗凝庫療法を併用する対症療法が基本となる。近年では、心筋のコンプライアンス低下と、細胞内カルシウム濃度低下の関連を仮定して、カルシウム喫抗剤の使用を提唱する仮説もあるが、十分に受け入れられているとは言い難い。また、 左心室が小さいために左心補助型の補助人工心臓を装着することができない。特に小児での予後は極めて不良であり、診断と同時に心臓移植を考慮される。一方で、小児の臓器提供者の少なさから実質的に医学的緊急度ステータス1の待機者しか国内では心臓移植を受けられない。したがって、小児の高速型心筋症の治療には、 海外で移植を受けるしかないのが現状である。ありがとうございます。